はい、皆さんこんにちは、あちでございます。スカイリムですね、パート108、来ましたね。煩悩の数まで来ましたね。ここには何もないね。さあ行きますか。あ、宝箱があるね。おっと、黒檀の瞑想捕獲。ああ、いいのあるね。で、川の盾、兜ね。ゴールド、サファイア、休息、国大痕跡、金の指輪。さあ、リリアさん、メイス、開けるから、こっちおいで。すぐ後ろにいますよ。はい、持ち物ね。あなたの重荷は背負うって誓ったのよ。あ、エルフのダガー持ってんのね。これ渡しとこう。ん？重すぎて走れません。いやいや。あ、渡せたね。渡せたね。あ、よかった。よかったよかった。一瞬キャ、あ、これまだ持ってるわ。あ、アークオーデンを持ってていいのか。あ、結構、いろいろあるね。渡しとこう、これも。下手するとリリーさん持ち替えちゃう？あ、よかった、持ち替え。え？ちょっと待って、あなた先に行って、ついていきます。ダガー持ってない？いや、まあいいんですけど。あれ、なんでダガー選んだんだ。ああ、まあリリアさんがいいと思ったからいいか。大丈夫かい？明らかにダメージ少ないんだけどね。こっちは何もないね。まあちょっとリリアさんのダガー使い、ナイフ使いをね、見させていただきましょう。鍵が必要です。鍵が必要。え、ちょっと待って、どう考えてもこの先なのに鍵が必要って何。鍵、あれ、敵さん誰か鍵持ってんのかな。ちょっと見てみようか。もうここ敵さんいないもんね。一人なんか持ってたよね。はい。鍵ね。敵さん。いや、もう、ないでしょ。あ、敵。倒した敵さんは、どこだい？あ、いや、こっちに何かある？あ、いや、これ私入ったよね。こん中に鍵なんかないよね。エルフの鎧ぐらいなんで。鍵って言われても、すごい困るね。敵さんが持ってるか。倒した敵どこ？どこ、どっか、あ、違うか。あ、一人いる。あ、巻物ね。鍵じゃないよね。鍵じゃないんで。あ、これだ。これだ。よし。さあ、やるわよ。はい、開けましょう。なんか屋根が剥すんでね。あ、構えない？ここ来てないもんね。あら、なんかすんごい広いんだけどね。こういうのね、私広いとこ苦手なんでね。狭いとこが好きなんでね。こういうとこはもう落ち着きません。正直ね。もう一枚扉あるでしょう。よいしょ。あ、違うね。で、何もない。あ、こっちか。あ、何もないね。さあ、じゃあね、開けますよ。大丈夫？おっと、
大丈夫かい？あ、大丈夫ね。明るすぎたり暗すぎたりでね、なかなか分かんないんですが、はい、来てますか。あ、こんな感じ。うわー、いっぱいじゃない、倒れてますね。暗視だったら見えなかったんですが、お、片手のゴールド、耳ね。あー、なんかいろいろあった感じがしますね。ゴールド、耳ね。ファルメルの剣はそんなに強くないんですけど、リディアさんがナイフ持っちゃってっていうのがちょっと気になっちゃうんですけど、なんかいたよ。あ、いたいた。あ、あなた、こんなとこでやられたら。思ったら大当たりだよ。強い。そりゃそうだわ、ナイフだとダメですよ、リリアさん。来ない。もうダメだね、ナイフ。まだじゃおかない。試合になってんだけどね。回復がまた上がりましたね。ああ。ただじゃ置かないわ。すっごい泥試合。うちの相棒が見えるぐらい戦ってるよ。あ、やっと倒した。すぐ後ろにいますよ。もうあなた、あの、だが返して、あなたの重荷は背負うって誓ったのよ。あなた、だが返しなさい。あ、奥の剣、え、あ、エルフのだが凍結渡してるのか。あ、凍結だ。凍結いつの間に持ってんのね。あれ、凍結ダメージ入ってたっけ。あれれれ、まあいいや。じゃあ先に行って、ついていきます。奥の剣なんだねこれ。あ、持ち替えてる。あ、ダガー持ち替えてんだ。それであんなんだったのかな。それは困ったもんだな。あんな泥試合はちょっと困りますね。はい、ああゴールド持ってたね。で、このファルメルはゴールド、耳、リバーペティ、キノコ。あ、まだいるね。ガーネット、ゴールド、耳、ホタル。で、何かないかい？ないね。あ？あ、ボロボロの本だね。で、歯車があって、これはプレートだね。鍵ってこの辺にないと困るんだけどね。あ、寝るか。ちょっとね、ちょっと寝ましょう。6時間ね。6時間寝たらボーナスつくと思うんですけどね。まあ、石の上で寝てるから肩こりとかあるでしょうけどね。石のベッドだもんね。さあ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 、はい、あ、来た。鍵ね。で、あ、ドワーフのコテはいらないわ、ちょっと今はね。はい、首飾り。ちょっと重くなるんでね。あ、これで、うん、来ましたね。さあ、これでいけそうです。で、あ、ここはおしまいね。
インゴット、インゴット。いや。ああ、だいぶお金貯まったんじゃ、あ、そっか。貯まってないわ。お金は正直そんな貯まってないね。ボロボロの本。これだけだね。さあ、行っちゃいましょう。よいしょ。さあ、あそこですね。あそこに行けば。あ、あ、ちょっと、ちょ、なんかガンガン行っちゃったけど。はい、リディアさん準備はいいかい？まあいいんだろうね。さあ開きました。どこまで？あー、オキュロリに向かうが、もう近くに。あー、扉か、変わるのか場所が。あー、またいるね。ゴールド右ね。はい、ガブロス、お前なのか。お、ほとんど希望をなくしかけていたんだ。さあ扉を。おお、それは誰だ？ここで何してる？ガブロスはどうした？お友達のガブロスは死んだ。はい。ファルメルの仕業だな。呪われちまえ。奴らのせいで何もかもめちゃくちゃだ。ガブロスが死んだならもう望みはない。クリスタルを持って帰るはずだったんだからな。あれがなきゃ今までの努力は全部無駄だ。それにあんたもだ。宝やら知恵やらを狙ってきたんだな。悪いが時間の無駄さ。あ、クリスタルについて聞きたい。最初は思い通りにいかなかった。ガブロスにも言おうとしたが聞く耳持たずだ。いや、そんなに寒くなるわけがないとか言ってたな。だが正しいのはこっちだったろう。ここにたどり着くまでは見当違いのところに焦点を当てていた。寒さで歪んじまったんだ。ガブロスは白ディールまでそいつを持ち帰らなきゃならなかった。残された俺たちはあの忌々しいファルメルをどうにかしなきゃならない。おう、ガブロスさんって一番初めに何か言ってた人かな。そのクリスタルは何に使うものだ。なんて、偶然にもフォーカスクリスタルを発見した。探してたのこれか。ああ、聞いてみましょうか。見つけたって、どうやって。そう、それだよ。誰かは知らんが、あんたのおかげでプロジェクトがなんとかなりそうだ。実際のところ、一体何者なんだ。なんか冷静だ。ウィンターホール大学の使いで来た。あんたが？あんたのところを訪れた時、サボスは会わせてもくれなかった。でも今は何か聞きたいことがあるんだろう。気乗りはしない、正直な。けどあんたには助けられた恩がある。過去は水に流そう。ああ、いい人だね。みちみち話すとしよう。ガブロスが何て言ったか知らないが、最初は俺の考えだったんだ。はいはい。俺が戻れば理解も分かってくれるだろう。このオキロリを使うアイディアを考えたのは俺なんだ。ドワーフが何て呼んでたかは知らない。どうせ発音できない呼び方だったんだろう。あれこれ調べてみて、連中が神の本質を見極めようと躍起になってたことが分かった。この機械は星明かりを集めるように設計されている。するとどうなるかは分からない。分解してみるか。重要な部品の一つをフォーカスクリスタルと取り替えるのは俺の考えだった。何ヶ月も魔法をかけなくちゃならなかったんだ。今回はうまくいくように祈ろう。うん、とりあえず会話は終わりましたね。あ、すごいだろ。どこ？再び動かすのはそりゃ大変だったんだ。あ、これね、それが無駄にならなきゃいいんだがな。このクリスタルを装置の真ん中に置けば焦点を当てる作業を開始できる。はい。どう
ドワーフファアーミラリーにクリスタル入れる。なんか会話できるあなた。何をすればいい？あ、聞いたね。クリスタルをアーミラリーの中央に置け。調整はそれからだ。はい。じゃあな。こ、中央ということはここかい？あ、佐藤、ドワーフアーミラリーっていいのかな？おう。オケロリーに焦点を合わせる？もう次何したいの？あ、うん？なんか歌ってるよ。はい。クリスタルの焦点を合わせる必要がある。あれは遥か遠くで作られたものだから、少し調整が必要なんだ。クリスタルを温めると膨張する。冷やすと収縮する。それと光の通り方が変わる。それには呪文が必要だ。大学から来たんならもう使えるんだろう。聞いてる話よりもあんたが勉強不足だったとしても、この辺りに基礎が書かれている本があるはずだ。そんなの聞いてないけどね。ま、本を探せばいいってことですか？で、これがコントローラーかい？だね。どうなん、あ、なんか本がある。早速もドゥーマーの、なんだい？この本はドゥーマーの置き手がいかにって書いてるのかな。こんないっぱい書かれたらわかんないね。これは違ったと思い込んでおこう。で、これは呪文の、あ、あ、氷節をいただきました。あ、呪文の書がいっぱいある。ドゥーマーの歴史と文化。あ、これも、これダメだな。やり方書いてんかもわからないんだけど、これはちょっと辛いぞ。これは私には無理だ。いや、もう当てずっぽでやるか。こういう感じですね。で、焦点を合わせていくんですね。ね、ずらしてって、あら、全然焦点が合ってませんね。この光のところにね、あの鏡みたいなのを持っていかないといけないと思うんですよ。てか、こっちを押してみよう。まだここです。いや、あなたじゃない。あなたじゃないよ。どういう感じなんだろう。ああ、いや、これだけじゃなかった気がするんだけど、ちょっと待ってね。クエストなんか言ってくんない？オキロリーに焦点を合わせる。オキロリーに、これどう考えてもダメな気がするんだよね。あ、もう作動しない。よいしょ、ちょっとごめんなさい。あら、またこう引っかかんだよね、これね。あー、でもここだね、あるのは。あれが、あのマーカーがね。ね、これじゃあこっちか。なんかね、一つ足んない気がする。これじゃない気がすごくするんだけどね。うん、あ、この光の光り方がね、まずい気がする。うん、そうだね、何か致命的にダメだわこれ。うん、これじゃダメだね。何か、その魔法って言ってたね、呪文なんかあったかい？本、これただの魔法の本だもんね。氷節、あ、覚えてる。火炎も覚えてるね。あ、ダメだね。ん？あ、そういや、なんか言ってたね。氷節と火炎がある。凍っちゃってるとか言ったね。ああ、わかったぞ。魔法で、
破壊だな。で、氷雪と火炎があったから両方お気に入りに入れて、で、燃やしちゃえばいいのかちょっと強引かな違う違うか。いや、わかんないけど、多分こんな感じだろうね。おお、こっちかな。違う。あ、動いた動いた動いた。あ、動いたわ。やりすぎ？やりすぎだね。あ、上がってってる、上がってってる、ほらほらね、多分そういうことだね。いや、これやりすぎね。多分こうだね。ん？ここと真ん中と、なんか違うね。なんか違う。ん？でもいいか、これでやってみよう。なんか凍ってたとか言ったもんね。うん。これでどうだい？あ、ここ、はい、ずれちゃってるけどね。なんか違うかな。届く？届かないね。うん、ちょっと待って、なんかへんてこだな。1個当てるとあっこまで行っちゃうんだよね。3つあんだよね。で、1個当てると、あ、これしかないわ。これしかないね。さあ、これでじゃあ行きましょう。なんか微妙にずってる気がするんだけど、まあまあとりあえず行きましょうか。あと1個だね。合ってる？合ってる？あら？もう合ってんのかな？あ、いや、これ合ってないよ。あ、これで？いや、これ開けなくなってないね。浮いたらここまで下がんのね。ちょっとあの人に話聞こうかよいしょ。はい？はい、いいって。クリスタルの焦点を合わせる必要がある。あれは遥か遠くで作られたものだから少し調整が必要、うん、クリスタルを温めると膨張する、冷やすと収縮する。それには呪文が必要だ。あ、そういう、ね、聞いてる話よりもあんたが勉強不足だったとしてもこの辺りに基礎が書かれている。じゃあね、一度この辺で終わっておきましょうね。スカイリムのパート107でしたかね。か終わっておきます。どうもありがとうございました。